はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はね、まあ、この店内の感じを見るともしかしたら分かる方もいらっしゃると思います。今大食いの人がこぞって行っております。こちらリトルヤミさんにお邪魔しております。でもですね、こちらのお店はあのオムライスとカレーのお店でなってまして、ロシアンさんの動画ですとか有吉ゼミさんに出ておりまして、チャレンジメニューとかをやってるんですよね。チャレンジメニュー2個あるんですよ。あのお野菜がいっぱい取れるカレーと、飲めるオムライス代、卵をいっぱい使ったオムライスのチャレンジメニューがございます。で今回はですね、あのそれとは違うまた特別なメニューをいただこうと思っておりますので、そのあたりはお楽しみください。お店の方はあの台東区の方にございますので、お近くの方がいらっしゃいましたらぜひお店に足を運んでみてください。それではチャレンジメニューができるまで待機。はい、ということで今こんな感じでメニューが出てくれました。今回はですね、総重量約 6.5kg、制限時間が40分ですね。このチャレンジですね、ありがたいことにラスカルを超えろみたいなチャレンジメニューでして、制限時間内に食べきることで無料にはなるんですけれども、僕の完食時間を超えた場合はプラス賞金で5000円がつくみたいです。で一応失敗で6980円のお支払いとなります。なんで是が非でも今日に関しては僕はチャレンジ失敗できないので頑張りたいと思います。じゃあ用意スタート。はい、いただきます。イエス。オムライスから普通に、やった。あ、うまっ。あ、そのまんまでも十分うまいな。うん、めっちゃうまい。あのね、ご飯はドライカレーになってるからそのまんまでも十分美味しい。でもせっかくなんでちょっとカレーを。いいよ、いいよ。どうしても、ちょっと許して。いいよ。うん、うまっ。これめっちゃうまい。野菜食べるタイミングも難しい。野菜も。塩分もね濃すぎないから、そのまんまのカレーだけでも全然いい。ライスなくても美味しいし、でもライスに合わせてもうまい。ごめんごめん、待って。
レーがもったいない。なんだこれ。そこにハンバーグ入ってる。めっちゃうまい。たまっぱうまいわ。やらかハンバーグうまい。今回ね、まあ、せっかくね、皆さんがチャレンジできることなんで、チャレンジできるってことなんで、あんま急いでないの。だからこの量食べれる人だったら、チャレンジのタイムクリアするのは難しくないと思います。とりあえずじゃあオムライス分のカレーをよそっちゃって、よいよ、いや、あばばあばば、お店がね、選んでるだけあって、野菜がね、すごい甘い。うまい。量もあるけど、野菜がね、多いから、どうしても噛んだりとか、時間的に間に合わないみたいなのがあるかもしれない。枝豆がすごい。15分だったんじゃん。確かにこれギリギリかもしれない。このチャレンジはね、ここが一番難しいと思う。お野菜とかが、やっぱり顎使うしね、ここがね、一番時間がかかるところなんで、
ごめん。これね、普通のあのチャレンジメニューの感覚で来ると絶対失敗するわ。顎がパンパン。最後、うん、あ、こうこうこう、ごちそうでした。うっごちそうです。このチャレンジがじゃあ、クリアしてかつ39分より早い人は無料プラス一応商品券という形になるみたいなんで、ぜひ皆さんもお越しください。まあ、もちろんね、チャレンジメニュー以外にも美味しい料理いっぱいたくさんあるんで、そちらも食べに来てください。以上、ラスラオでした。じゃあねー。